ね、あと40分くらいまで、あと30分ほどやります。おはよう、すいません、おはようございます、永田です。わーい、ショールーム久々だ、嬉しい。ちょっと服がはげる、ちょっと多めに見てくださいおはよう。ちょっと今日髪何もやってなくて、見て今日の寝癖です。こう来てますね。今日はね、7時12分に起きました。サワリンちゃん長くまーちょっと口を塗ります。最近新しいやつを買ったんですよ。バン、アンドルフという波打ちヘアですね。 Thank you です。おはようございます。ショールーム久々でございますが、今日もショールームあと2回しますのでね、あのオンラインサイン会が今日ありますね。れいかちゃん長田子あと30分ないくらいなんですけど、なんか話せたら嬉しいですね。はっちゃん長くま、皆さん今日何時に起きました？ごめんね、何時にやりますっていう告知をできてなかったから。あ、携帯の向きもしかして間違えたかも。私カメラを見てショールームしたいんですよね。コメント読めない、どうしよう。カメラがこっちにあってコメントがこっちにあるんですよ。どうしよう。は、ははは4時半、あ、5時、6時55分、4時半、早い。まことさん長くま、はちゃ長たこ、上下ひっくり返したらちょっとお部屋が見えそうで怖いので、まあ一瞬、今日はね、あ、ちょっと今日くるんってするのはちょっとリスキーですね。お部屋が見えそう、よしノート置きます。りんごさん長たこ、いやーね、左と高校ってこと難しいよ。ちょっとどうしよう。今日は皆さん、ああ待って待って待って、忘れてた、めちゃめちゃ大事なの。そうだ、あれからショールームしてなかった皆さんですね。そうですね、見えるかな、見えるかな、大丈夫か。そうですね、皆さんそうです、あ、だからね、そうですね、皆さん、そういえばね、そういえばどころの、そういえばじゃないですね。おはようございます。なんと先日2月16日にチョコレート、あの、先日2月16日にノットイコールミンのサードシングル、チョコレートメランコリーが発売になりましたわーい、わーい、わーい、うわーい、わーい、わーい、やったやった、嬉しい、やったやった、わーい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 、おめでとうございます。ありがとうございます。発売したんですよね。え、皆さん手に入れてくださった方いらっしゃるといいですねうわーい、ちょっと開封式しようかしら。あのね、あの非売品っていうか、その皆さん発売する前にね、一旦もらってたんですよ、3枚。だけどちょっと私も買いたい、あ、となりましてね、買ったんですよ。わーい、これはそれぞれ違う店舗で買いました。一つはタワーレコード〇〇店、これは私が個人的に普通に行ってきたタワーレコードですね。タワーレコードさん〇〇店で1枚買いましたね。これが A ですね、 A を〇〇店で買いました。続いて、あららら、多分なんか凍ってるの
の今日嬉しい。バージェさんありがとう。と、もう一個ある？あ、バージェさんと、ん？おキャンデルさん、あー、ありがとうございます。ちょいとお待ちを。バージェさん、おキャンデルさん、ありがとう。ちょっと一瞬お待ちを。あ、今帰っちゃおうか。ねえ、皆さん、特典映像など、透明感嬉しいなど、特典映像とかメイキングとか見た方いらっしゃるかな。バージェさん、あ、おキャンデルさんからか。いや、今回はですね、ノイミーの修学旅行、そしてチョコレートメランコリーのメイキング映像とね、チョコレートメランコリーの MV が入っておるんですが、見ました。嬉しい私のまだね、私見れてないんですけど、あのおすすめポイントはチョコレートメランコリーメイキングのミルちゃんとの、これ絶対使われないでしょうって思いながら、すごくあの適当というか、すごいあの自由に楽しんでいたミルちゃんとね、遊んでたんですよ。足を合わせたりして、それが使われてたみたいなので、ぜひ仲良しってやつ恥ずかしいメイキングとかね、あのその特典映像とかは結構ね、メンバーの素の部分が見られると思いますので、ぜひご覧ください。どうしようかな。おはよう。ありがとうございます。おはようございます。そしておやすみなさい。すやー、 Thank you、 ありがとうございます。バンババン、 Thank you、 ありがとうございました。わーわーわー、ありがとう。おきゃねるさん、おやすみ。そう、スパークルも公開されましたね。ちょっと話すことたくさんですね。本当に大事な時にショールームできてなかった、悲しいや。続いてバージェさん、ありがとうございます。バージェさんもおはよう。わーバージェさん、ありがとうございます。わばバージェさん、 Thank you ございます。 Thank you、 ありがとうございます。おはよう、おやすみね。ありがとうございます。だだんだんだだん、ありがとう。バージェさん、ということでありがとうございます。そして開封式をします。今日はイブニングキャー。なんかさ、勉強したりとかさ、マーカーとか使うとさ、絶対にね、手に異常にマーカーがつくんですけど、あれってどう頑張っても防げないものですかね。皆さんそんなつかないかな。私本当につくので、帰り道すごい、なんかそうなんですよ。リンゴさん、シュウさん、 Thank you、 長田子大開封の行しますね。タワーレコード、そしてもう一つがこちら、タイプ B はですね、タワーレコード町田店さんで購入させていただきました。あー、この間、あ、まだツイートできてなかった、あの店舗巡りに行かせていただきまして、町田店さんにお邪魔しました。こちらはね、お邪魔仕方ないですね。えいえい。こちらはですね、あの永田しおりの推し店舗ということで、あの私のね、
いろいろ置いてくださってるんですよ。置いてじゃないね、いろいろその飾ってくださってて本当にお優しくて、いつもありがたい。皆さんもねよく言ってくださっているみたいですって、とても嬉しいです。ということで開けまーす。じゃ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 、メッセージノート、そう、そう、町田店さんにね、ま、メッセージノートが置かれていて、ね、皆さんからのメッセージが書いてあったんですよ。私たちとか Not Equal Me とか、私たちとか、私たち、私とかにね書いてくださってたんですけど、なんか今度ねその終わった後に届くみたい、私の元に送ってくださるみたいで、ちょっとめちゃめちゃ楽しみ。私ちょっと呼びました、私も書きましたし、あとなんかちゃんともえちゃんとなっちゃんも書きましたので、ぜひあのメッセージノートをね見てくださいねあ、ということで、そうなんですよ、あのねレシート、タワーレコード町田店さんでこのチョコレートメランコリーを買っていただくと、これはプロモーション配信となってしまいそうですね。こちらのねあのポストカードとねポストカードとあのあれですね、あのメッセージ入りレシートがついてきますので、永田のぜひね欲しいって方はぜひ見てみてくださいね。そしてタワーレコードさんで2つ買ったから、それぞれの店舗で、あのなんかちゃんがね2人いるんですね。あトランプみたいになった、綺麗、待ってお部屋透けそう、綺麗だよね、トランプですね、かわいいね、じゃじゃじゃ、かわいい。よし開封式をします、いきます。これ中身見せられないのか、ちゃんが出ました、かわいい、かわいい、え、かわいい、ミルちゃんが出ました、おーおーおー、おミルさんが出ましたね、え、すごい、あ、ミルちゃんシワミル、シワシワミルで、あのわーミルちゃんにあげよう、ビジネスパートナー、違いますけど、違いますけどね、ミルちゃんが出ました、やったやった。じゃあどうしよう、ミルちゃんにあげようか、私が保管するか。ミルちゃんのね配信ね、ミルちゃんの前写真結構持ってるんですよ。私ビジネスパートナーというのは違うんですよね、塩ミルと、もうこれ何回も話すと、もういいよってなりますね。あの私たちから詩を見るというのが恥ずかしいので、あえてそういう照れ隠しになってしまいますが、あまりよろしくないですね。本田美雪ちゃんが出ましたやったやった、可愛い。今までもね開けてないの意味の CD あるかも、でもこれは今見れないか。ということで、チョコレートメランコリーの3枚、あ、違う、4枚、じゃじゃじゃん、ゲットしました、やったやった、塩ビルは貴重ないね戻っていてください。いや、塩ビルについての考え方はちょっと田畑さん、私と通ずるものがある気がしておりますね。はっ、ね、チョコレートメランコリーさん、パフォーマンスも、え、ちょっと中身見ていいですか、たばーん、これは見せられないのですが、はっ、はっ、よっこれ皆さん買ってください買ってください これだけでいいから、
見てなかったかな今。え、皆さん買ってください。こんな直球に言うことないですよ。私がこんな直球に買ってくださいなんていうことそうそうないですからね。あのそう言ってしまうほどに良いですね、中身ね。中のなんていうんだっけ、歌詞のね、歌詞カードの横にねメンバーの写真があるんですけど、めちゃめちゃいい。こんなあんま見たことないですよ。うわとっても良いですので、ぜひはにゃもう一個開けちゃおう。続いてがタイプ A でございますね。あ、そう、あとねメイキングのもう一つ見どころが、見どころというかこれ使われたんだってなったのがね、あ、沙織ちゃん長くまとっても良いです。あの萌ちゃんとのね萌ちゃんが可愛い、私に可愛いって言ってくれないっていうのがあるんですけど、そのねあれすごく楽しかった。あれあれですよ、あれあれ楽しかった楽しかった。あれこれネタバレになっちゃうかな、どうなんだろう。あのそう本当に好き、買います、やったやった、尊かった楽しかったあれ。続いてタイプ A を見ます。あ、違うのか。こちら君はスパークル MV が公開されましたね。おお、あ、わあ、可愛い。すごい、ノイミって黒が似合いますね。おお、あ、見えてた。可愛い。さっきのが衝撃的すぎて体勢がついてしまった。かわいい冷静になれました。わーい、久しぶり坊ちゃん。のゆみちゃんはかわいいですね。そう、あのね、黒衣装、今回のね歌唱衣装じゃない方の黒衣装を着たのゆみ様、のゆみ様、のゆみがすごく、のゆみ様ってなんだ、のゆみがね本当にごめんなさい、本当に可愛かったんですよ。でこの間言ってなんかちょっとなんか言い方間違えた気がしたんですけど、のゆみって可愛いっていうのはまあ周知の事実としてね、あの可愛いんですよ、のゆみは。全員ね、私もちょっとそうなれたらいいなと日々思っているんですけど、可愛いんですよ。のゆみ可愛いんですけど、恥ずかしいね。なんか慣れてたんですよ、このなんか可愛さというか、みんなのお顔を見慣れてたんですね。なんですけど、このジャケット撮影の時に黒衣装、こういうゴシックな感じの衣装をみんなが着たところをね見て、なんか久々にドギマギしたんですよ。かわいい見れないってなったのが本当になんか2年ぶりじゃないか、2年ぶりくらいで、なんか本当にね、はにゃ本当になんかすごく貴重な機会でした。みんな可愛かった。そう、最近言ったんだけど、なんか「え、可愛くないってこと?」みたいな空気になっちゃって申し訳なかった。待って、タワー、はっちゃんか、はっちゃんありがとう、はっちゃん、やばねえあ、はっちゃんありがとう。あとなんかね、話、あ、そう、最近ねちょっと朝なので真面目な話は しないようにしようと思ってるのであれなんですけど、はっちゃんありがとう、おはよう猫、おやすみ。あ、お布団の中にぬくぬく、よかった、皆さんもぬくぬくしてくださいね。ぬくぬくするのがじじじじじ
何でもかんでもすぐ人生っていうのやめたい。ぬくぬくするのが人生ですから。そんなことはない。はっちゃんありがとう。はっちゃんありがとうございます。 Thank you はっちゃん。おはよう、おやすみ、ありがとうございます。 Thank you ラブはっちゃんありがとう。うおーありがとう。Thank you でございます。そうで、ぬくぬくするのが人生だし、そうではないことがあるのも人生なんてね。こんな若いのに人生のことを知ったね、知ったふりして喋るんじゃないよというお話がね、聞こえてきそうですが、まさにその通りでございますね。はぁ、はぁ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 。ととまるさん、長くま寝癖かわいい、恥ずかしい。はい、あ、永田勝利は砂が人生です、よかったです。人生一生分からんならよかった。私もまだそう、なんか最近ね、いろんなことを考えるんですけど、なんか本当になんか思春期って感じで、なんか嫌だなと思うんですよ。まさにこれぞ思春期みたいなことを考えて、思春期、思春期なんかさ、あれじゃない、なんかさ、あの、なんかこういう、こういうのって何なんだろうみたいなことをねばっかり考えてるんですね。だからなんかちょっと本当になんかもう、なんかね、なんか、あ、高校生17歳って感じだなと思ってあってなってます。高校生あるあるだねという感じでございますね。うんうん。え、最近勝利の存在して、急に人生明るくなりました。猫さん、それはちょっと嬉しすぎる、ありがとうございます。反抗期がね、実はあんまりないんですよ。あの、反抗期、反抗するというか、喋らない、喋らない気みたいなのはあったんですけど、それくらいですね。なんで、あんまりなんかね、冷たい態度、まあ、冷たい態度になっちゃうんですけど、なんかあんまり暴言吐いたりとかは、なくて。よいしょ。あれ？え、待った、よかった。よかった。黒画面になっちゃった。終わりも、あ、よかったよかった。外カメラにしちゃって。よかったよかった。反抗ください。そう、サイレント反抗でした。ねえ、高校生皆さん、どんなこと考えてましたか？ねえ。あ、そう、昨日もラジオ出演させていただきまして。回線が本当に、回線というか私たちがね、あの位置関係をちょっとやらかしてしまった、本当に申し訳なかった。昨日本当に緊張しすぎて、なんか本当に変なこと喋っちゃって、ごめんなさいってなってた。でも聞いてくださってありがとうございました。楽しかったねえ。よし、あと7分くらいで終わんなきゃ。高校生世界の仕組み考えがち。なるほど。そう、今人生の岐路もう立ち終わった気がする。ノイミーに入ったことでちょうどこう進んだ気がしますよ。これからもあるんですね。あ、そっか、さやちゃんにはそう、さや、なんか私可愛いって言われすぎると本当に恥ずかしくなっちゃうんですね。で、さやちゃんは本当にそれくらいいっぱいいてくれるから恥ずかしいんですよ。嬉しい、嬉しい、恥ずかしいといったところですね。あの、嬉しいんですけど、結構恥ずかしくて、その照れ隠しみたいなものをしてしまいますね。恥ずかしいですね。ああ、そうなのよ。逆にね、そのあんまりね、なんかツンってしてる子はいないけど、なんかちょっとクールなメンバーとか入れたら、結構逆にね、ねえ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 ってなっちゃう。まずねえ。わあわあわあ。恥ずかしいですね。次は、今日は、あの、夕方から、サイン会で、この、ショールームから配信します。ねえ。で、個人的な配信はね、明日の夜かな、になると思います。
メンバーの中で優しいの、みんなみんな本当にみんな本当にみんな優しい。なんかみんなね、でもこういうの言うとちょっと嘘っぽく聞こえちゃうと思うんですけど、本当に優しくてね、でもそれぞれの優しさというのがあって、なんかそれぞれ、ね、いろんな優しさがあって、なんかいいグループだなと思いますよね。はっちゃん、長田くん、長田くん元気に行きましょう。はやあと5分だ。そう、なんか本当にね、本当にね、本当にね、あのね、本当にね、なんかね、もっと物事をうまく伝えられる人になりたい。なんかね、言いたいことがうまく伝わってないんですよねってことがよくありましてね。でもなんか言葉、まともな話しちゃう、難しいですね。なんか正確な言葉を使うのが全てではないと思うんですけど、なんか伝わらないことが伝わらないって、結構伝えたいことが伝わらないってもどかしいですね。スカイさん、永田くん意外と伝わってる、おーなら嬉しいです。そうね、言いたいことがあるんだよ。そっかそっか、それに乗せればはっきりと言えそうですね。はーたん、永田くん、たこたこね、言葉難しいね。でもなんかね、難しい、なんかさ、楽しく言うだけが全てじゃないからさ。でもね、むずいでございますね。ねーはにゃあ、なんかはにゃっていう人になっちゃった。コメントを読んでいます。あ、はにゃっていう人が悪いわけではない、私が今まで言ってこなかっただけですこういうことですよ、言葉っていうのは難しいですね。みーちゃん、ありがとう本当にね、なんか全てに補足を付け足したの私。でもそれ全部やるとさすがにめんどくさい人になっちゃうからできないんですけど、なんか最近あったのがね、そのショールームの、これもちょっとあんま話さない方がいいかなっていうのを言うとね、じゃあ言うなよってなりますよね。みーちゃん、ありがとう。みーちゃん、なんかこれは本当に考えすぎというか、多分、いや、どうなんだろう。前ね、ノイノイノイミーノイミーショールームでね、そのなんかいきなり切れるみたいな企画があってね、でその流れでね、そのひーちゃんとなつみんと一緒にいたんですけど、そのそういう切れるみたいな企画の前に、そのお墨付きについて話してたんですよ。お墨付きの言葉の意味がなんか最初ちょっと分からなくてみたいな話があって、でそれでそので切れるやつで、そのお墨付きぐらい分かるよって言っちゃったんですよ。でさ、あれもね、言った直後に、あ、今めっちゃ付け出したいと思って、あれいつか言おうとしてたの。なんかさ、言葉ってさ、分からないのがあるのは当然じゃないですか。だって出会ってこなかった言葉分からないのはそりゃ当たり前のことで、私もね、知らない言葉もあるわけですよ、たくさん。でひーちゃんがたちが知ってて、私が知らない言葉も多分あるのに、くらいって言っちゃったって思って、あ、どうしようどうしようどうしようって言ってました。これで2人が傷ついてたら申し訳ないなって思いながら書いてたんですけど、でもこれを今ここで言うのも本人には伝わってないのにね、一人でね言うだけっていうのもちょっとなんかなっていう、もうずっとこうなってますね。結局本人が見てないところでこういう話をするのもなんかずるいなとかも思うんですけどね、ちょっと、まあ、こういうことばっかりで、こういう話をするためにその補足というか、なんか、いや違う、本当はこうなんですっていうのを言ってるの、心の中で。そう、番組上の演出ですでした。もっと偉い人からしたら、私も知らない言葉もあるからさ、
これくらいわかるよと思うじゃない、それを言っちゃったんですよね。もうね、私も知らないこといっぱいあるのになって思いました。みっちゃんありがとう、 Thank you、 おやすみ、あーよー、ありがとうみっちゃん、 Thank you みーちゃん、ありがとうございます。あーあやばい、40分になっちゃった、あやばいやばい、13位の方から読みます。はい、13位かんちゃんありがとう、12位なべさん、11位ととまるさん、10位金木星さん、9位ゆうきさん、8位みーさん、7位まことさん、6位りんごさん、5位たろちちゃん、4位さおりん、3位おきゃなるさん、2位はっちゃん、1位うばあちゃさん、ありがとうございます。あ、ありがとう、ちょっと本当にちょっとゆっくり話せる、またゆっくり話します。今日はありがとうございました。それでは良い土曜日をお過ごしくださいね。サイン会もよろしくお願いします。ありがとうございました。久々になっちゃってごめんね。ということで今日もレッツゴーありがとうございます。それではね、ありがとうございました。バイバーイ。